ホークス一筋の人格者のイメージが、西部からソフトバンクに FA 移籍した山川穂高、32の人的保障をめぐる騒動。制度自体を疑問視する声も出る中、課中の和田強42が口を開き、色い々ろいろ報道や記事が出てるけど、自分としてはこの件に触れたくない、と話したのだ。秘蔵写真、和田強と元グラビアアイドル美人妻の結婚会見当初、 一部メディアで人的保障で指名されたと報じられたときは、ベテランをないがしろにする球団の被害者と同情され、実際に選ばれたのが甲斐野し、27、だと判明した後は、誤報の犠牲者と、さらに同情を集めた。しかし、現代ビジネスが14日、引退します。FA 人的保障騒動の渦中で GM に示した和田剛の、悲痛という記事を配信すると状況は一 記事は自主トレ先でミカサ GM と話し合い人的保障で遺跡なら引退を示唆したという趣旨でさらに今回の触れたくない発言であるネット上でははっきりと報道内容を否定できない時点で事実と認めるようなもんだろ一部報道にあったように本人が引退覚悟で拒否をしたのなら触れたくない話したくないはちょっと違うと思うぞ 和田はいい選手だけどこれはダメだ完全にご寝毒になっちゃってる、と異論や批判が噴出。中には、正直、一気に嫌いになりました、という書き込みもあった。プロテクトリストは、今回の場合なら西部とソフトバンク間の極秘事項。選手や球団が何も話せないのは当然だし、人的保障を拒否した場合はその選手の意思に関係なく、資格停止となり、事実上の引退を余儀なくされる。 和田がそれを知った上で、引退、お口にしたのならば、それこそルールに乗っ取ったまでのこと。非難される言われはないが、誰も詳細を、話せない。がゆえの競争局は当面、収まりそうもない。黒丸続きを読む、和田強しプロテクト漏れ、はフロントの大暴走。では、この件の内幕を詳しく報じている。